こんばんは、しょぼうです。文具と生活第136夜です。今回は横長ノートとソフトリングメモというお話です。メインチャンネルでショート動画をいくつか出しておりまして、ショート動画だけのテーマ、文房具の萌えポイントというのがあるんですが、そのネタを考えているときにですね、こちら、コクヨソフトリングのメモ帳、これを眺めていて、これについてショート動画を作ろうかなと思ったんです。それでこのね、プレカットって書いてあるのが、まあ普通表じゃないですか。それが裏になっているのがいいよね、というショート動画を作ろうと思ったんですよ。ここで話しちゃってるので作らないんですけど、それでネタを考えながら、これなんでソフトリングなんだろうと思って、ソフトリングの商品群の一つとしてメモ帳があっても、それはね、そりゃ不思議じゃないんですよ、別に。なんですけど、このメモ帳がソフトリングになってる利点ってなんだろうと思って考えていたんですよ。その時にはたと思ったのが、小遣いなんじゃないって思って、で、昨今、まあコロナ以降ですよ、家で作業しなくてはいけないことで、テーブルが狭いので、パソコンの前に横長のね、ノートを置いて、前後、ここ書いてありますね、パソコンとの距離を、こうですわ。ここを、あんまり開けずに、ただ横長にすることで、広いスペースは確保しましょうと。まあ、こういうノートができてきて、一つの分野っていうんですかね、一つのカテゴリーになったわけですけれども、これもね、実はそうなんじゃないかと思って、このソフトリングのいいところって、こうね、当たっても痛くないっていうことなので、横使いをしたときに、その良さって出てくるんですよ。もちろん、これ、切ってね、金属じゃないので、捨てられますよっていういいところももちろんあるんです。それ書いてあります。ここね、書いてありますけども、そういうことだけでは、ソフトリングであることの意味って、半分以下じゃないですか。なので、やっぱり手が当たった時に、痛くない、邪魔にならないっていうところを活かせてないと、これを作る意味っていうのがなくて、ね、ここ横に書いてあるじゃないですか。横向きで見える位置に書いてあるってことも含め、まあ最初こう使うのかなと思ったんですけど、まあ普通にこう使いましょうやっていうことでね。この向き、これがね、実はこのメモの正式なんところなんじゃないかと思って、そういう意味では、これね、ちょっと真ん中に設置して、もう本当にいいサイズなんですよ、横書きで。で、メモ帳として、その、ちゃんと裏にも、このグリッドが印刷されているということで、普通にノート向きとしてこう、書けるな、っていうのがあって、これがね、かなり具合がいいんですよ。これもう何枚か使っていて、もう切り取っちゃってはいるんで、ここに書いた様子は残せてないんですけど、これいいぞと思って。ここに書いて、別に左側書かなくてももちろんね、書かなくてもいいんですけど、今ソフトリングの話をしていて、左側書かないはないんですけど、あんまり。こうやって、これ、このタイプで使う横長、ノートとして非常に優秀なんじゃないかと思って、コストパフォーマンスもいいし、
なんかこれすごいなって思ったので、そのショートのね動画を撮るのをやめて、サブチャンネルでこのことを皆さんに伝えたいなというところで今お話をしております。これすごいしっくりくるなと思って、でこういうね横開き、まあ、これが悪いって言ってるんじゃないですよ、これが悪いって言ってるんじゃないんですけど、横長系のノート、これが出た時にですね、ロディアの、皆さんご存知ですかね、ロディアにものすごい長い、まあ、本来縦長のね、ものすごい長いメモパッドがあるわけですよ。それをね、急にね、横でも使えるみたいなことを言い始めたんですよ。って、今までそんなこともう1ミリも言ってないでしょ。いや言ってたのかもしれないですけど、基本的に縦長に展示してあったし、ロゴの向きもまあこの向きにロディアって書いてあったよねと思って、それは無理があるよと思って、その時はね、いやーその横長ノートに便乗してるなーなんて思ったんですけど、ロディアさんごめんなさい、あなたが正解でした。メモ帳を横開きっていうのが時代にマッチしているぞと。いつもね、そのコロナで自宅作業っていうのもだんだん減ってきているね、タイミングなんですけどもね、私が気づいたのが残念ながらそんなタイミングだったんですが、こういうことが実は時代にマッチしていて、ただそのアピールが弱いよねと思って、このソフトリングだからこうじゃないとって言って、私がこう横向きにして私自身は気づいたんですけど、それがね金属リングであったとしても、この向きの需要って今ちょっと大きめだと思うんですよ。前々からこう使われてる方もちろんいらっしゃったと思いますし、今更何言ってるんだよっていう風なことをね思われる方もいらっしゃるかと思うんですが、これなかなかねやっぱこう書いてあるし、てね、あの商品こうやって陳列してされてますしね、なかなかこうはいかないんだと思うんですよ。いや私がねこんなすごいこと発見したぞなんて言うつもりはもうみじんもないんですけど、これこそこの数年間必要だったものは初めからあなたのお庭に咲いていた。わかりますかね、このネタもなかなか通じなくなってきてますけど、はい、そんな感じでこれすごいなぁと思って動画にしようと思っていますが、それほど膨らませるものでもなく、はい、そうだからこのソフトリングを使ってることによって横開きで書きやすいですし、メモ帳と言いつつちゃんと裏側にもグリッドが印刷されている、まあまあそのねあの国用のソフトリングだけじゃないですよ、そういうのね裏側もちゃんと使えるようになっているメモ帳もたくさんありますけれども、このソフトリングとグリッドが裏側まで印刷されているっていうことが重なって、これは十分横長のノートとして活躍できる場があるんだねっていうのを私が気づいたというお話でした。このねちゃんとした大郷さんの一緒にのグリッド横長、これね方眼、これがね出番がまだ来てないのに、これが出番が来るかっていうとまあ微妙なところで、これからね出番作ろうとは思いますよ。こちらね。こうやって。そう。私自身は、まだ、家でこう作業してることが多いので、小スペースっていうのは重要なことだったりはするんですけれども、おいおい。出番が来るんじゃないかと思います。といったところで、今回はここまでにしたいと思います。このチャンネルではこういった文房具に関する非常に細かいどうでもいい話、
それからトラベラーズノートの話をしております。これからも話を聞いてやってもいいよって思われた方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてこのチャンネルは書房の文房具の話というチャンネルのサブチャンネルとなっております。メインチャンネルでは文房具レビュー、それから私の手帳のお話をしております。そちらもぜひご視聴ください。またツイッター、インスタグラムもやっております。ハッシュタグ、しょぼうず、ひらがなでしょぼうずで視聴者の方と交流しております。概要欄にメインチャンネルと合わせてリンクを貼っておきますので、そちらもチェックしてみてください。それでは最後までお付き合いありがとうございました。以上、しょぼうでした。